今日から新年度が始まります。街の皆さんに抱負を聞いてみました。今日から2年生です。今年の目標は給食を食べ残さず全部食べておかわりすることです。お米とかが捨てられちゃうから、そんなのかわいそうだから残さず食べることにしました。子供が3人いるので頑張って子育てをしていっぱい愛情をかけて育てていきたいなと思います。今日から高校1年生です。自分から中学では積極的に話しに行けなかったので、高校では自分で積極的に話していけるように頑張りたいです。自分は農業をやってて、そのお芋を作ってるんですけど、9月あたりですかね、芋がスカスカで結構そのダメになっちゃう芋が多かったので、今回はちょっと天気とか雨とかいっぱい降って、その芋がよく育てばいいなと思います。一方、スーツ姿のサラリーマンの人たちからも様々な抱負が聞かれました。明るく元気に前向きに進んでいきたいと思います。頑張るぞ。今ね、新しく働き始めて数ヶ月なんですけれども、しっかり仕事を覚えて前向きに頑張っていければと思っています。体調に気をつけてぼちぼち頑張ります。